学校の先生はお前の人生だから自分のやりたい進路を選べと言って、開業医の子供を医者にさせようとする親を遠回しに非難しがちだが、かつての教えが自分のやりたいことをしたいので親の介護をしなくていいですよねって言ってきたら、どう対応するんでしょうね。ひろゆきさんどう思われますか？僕も介護しないですよ。なので別にしなくていいんじゃないっていうだけなんじゃないかなと思いますけど。親の介護をした方がいいよねとか、親としては介護してほしいっていうのはあると思うんですけど、なので、それなんか断るぐらいだったら介護やった方がいいっていうのは、その人次第だと思うんですけど、僕はその親の介護をするために生まれてきたわけではないので、なので日本の場合って、普通に日本人で生活していくと、介護のお金って、地方自治体が出してくれるんですよ。別に僕が出さなくても。なので、地方自治体の保険で普通に介護を受けられるので、別に僕自身がやらなくていいんじゃないかなと思ってます。いい国ですよね、日本って、そういう意味で。